まあ、1時間目さっきお話しした話っていうのはもう本当にまあ、下水処理の基礎みたいなことでしてあんまり情報生成とは関係がないというのがまあ正直なところなのかなという気もしつつですね、まあ、でも現代の社会を生きている上では時々こういうことを知っていてくださるといいっていう場面もあったりするんじゃないのかなと思いますの でなかなかね下水処理の話っていうのは普通の人はね毎日お世話になってるはずなのに意識することはないですからね。コンピューターを使うとかっていうんだともう今ねみんな誰でも使えるという、まあ、ちょっとこうコンピューター触るだけなら誰でもできると、車だって運転できる、でも下水処理っていうのはあんまり自分でやる人っていないですよね。そういう意味で日々お世話になってるはずなんだけどもあまりにも遠い世界の話なのでまあ、時々こういう機会でも聞いといてくださるとそれはそれでいいのかなという気はします。で、その下水処理場の微生物をいよいよ調べていこうと。で、まあいろいろな目的で調べるということがあるかと思います。でさっきはですね有機物を除去するとか窒素リンを除去するとかっていうふうにこう機能の面から見ていったんですけれども、まあ、普通微生物のことを調べるっていうとまずは何らかの方法で種類を調べようと、まあ、機能も調べつつ、まあ、機能が分かんないと種類は分かんないんだけれどもっていうところもあるかもしれないんですけど、で、種類を調べよう。でその機能を調べないと種類が分からないっていうのが実はそんな風じゃなくなったのは、まあ、この20年ぐらいですか。遺伝子を調べてで得られた遺伝子のシークエンスからですね DNA シークエンスの配列から、その DNA の持ち主が誰かというのを推定できるようになったのは、まあ、そうしますと今度はその機能とは関係なく微生物の種類について何か語れると何か研究はできると、まあ、そんな風に今はなってます。で、まあ、その DNA に頼った方法が出てくる以前はですね寒天培地を使いましてそれでコロニーを作らせてでそれで菌の量を増やしておいてでそいつは一体どういう物質を利用することができるか、あるいは形態は形はどうなっているのか、グラム染色をすると陽性か陰性かなどなど、まあ、いろんな形質を調べてそれで菌の種類を同定するというのが長らく行われていました。でまあ、この方法で1980年代まで下水処理場の微生物は調べられていたんですが、その後ですねこうやって寒天培地みたいなところに生えてくる微生やつらっていうのは実は下水処理場にいる微生物の1割にも満たない、せいぜい数パーセントだろうっていうようなことが分かりまして、でもうこれ、まあ、使ってる人もいますし、やっぱり菌を分離しなきゃどうにもならないっていう状況はありますので、やっぱりやってる人は多いんですけども、この方法の限界も明らかになった。でしかも数パーセントしかこれだと相手にできないっていうのはそれはもうかなり決定的な欠点なんですよね。欠点というか、まあ限界なんですよね。で、まあ、多分生えてこない理由っていうのがですね、さっき申し上げたように、まあ、もともと寒天培地っていうのはたくさん餌を入れてですね、でそこにこう自然に生えてくるやつをこう見てると、だから餌に囲まれて暮らしてるやつらにはいい環境なんだけど、実際の下水処理場はさっき申し上げたようにほとんどずっとですね餌がない、時々餌が来ると、そういう環境で生きてますので、まあ、それはもう生き方を全く変えろと、今までの生き方を捨ててここでの生活に順応してくださいと、そんな強引なことを迫るようなものですので、まあそれは数パーセントしか生えてこないのもまあ仕方ないのかもしれないですね。で、その遺伝子を調べるっていう時に2通り、まあ大きく分けると2通りの調べ方があるのかなと思います。まあ、機能遺伝子を調べる、まあ、脱窒なら脱窒に関連する遺伝子、あとポリリン酸だったらポリリン酸の代謝に関連する遺伝子と、
まあ、言ったようにこう機能の遺伝子をに照準を定めて調べるっていう方向と、それからここに書いてあるリボソーマル RNA を調べるという方向と、まあ、大まかにその2つあります。まあ、リボソーマル RNA というか、まあ、リボソーマル RNA の遺伝子ですね。リボソーマル RNA そのものの場合もあるし、その元になっている遺伝子を調べると。で、まあ、リボソーム、まあ、リボソームにある RNA なんですが、そのじゃあリボソームっていうのは 何かと言いますと、タンパク質を合成する細胞内器官であると。で、まあ、バクテリアの場合は1細胞あたり1000個から10万個ぐらいあると言われています。まあ、同じそのリボソーム、同じ 構成成分の、リボソームが1000個から10万個あると。で、一つ一つのリボソームの粒子っていうのはタンパク質と、リボソーマル RNA を含んでいる。タンパク質はまあ50種類ぐらいでしたかね。でリボソーマル RNA はあのバクテリアの場合は 5S16S23S その3つの分子で、まあ、やそのリボソームが担っている機能っていうのが、全ての生物でに存在してですね、で共通であると。タンパク質を作るアミノ酸の、アミノ酸のじゃない、あのメッセンジャー RNA の、コドンを読み取ってですね、でそれをアミノ酸に置き換える、あ、そしてタンパク質をにしていくというのがあのこのリボソームの役割ですので、まあだからどの生物も同じ機能、このリボソームは同じ機能を持っていると。だからまあどの生物から持ってきたリボソームも、多かれ少なかれ似ている、比べることができる。でも細かいところはやっぱりその生物の種類ごとに微妙に違う。まあ比べやすくて、で適度にこう多様性もあって、でまあこれとこれと似てるんじゃないか、ちょっとだいぶ違いますねとか、そういうふうなあの比較をしやすいというのがリボソームです。で、そのリボソームの、あのにある RNA、 リボソーマル RNA の塩基配列を調べてみて、で、生物界の系統樹みたいなものが書けるんじゃないかというふうなことを、80年代でしたか、あのウースという研究者がやりまして、でそのウースの書いた系統樹が、これです。ウースさんの名前が出てきていないですけれども、あの、まあ、あのバクテリアに限らず、真核生物もそれから古細菌もこういう系統樹を書くことができると。で、その二次構造を、二次構造というかそのリボソーマル RNA のですね、の中でも特によく調べられているのが 16S という、まあ、5S と 16S と 23S と3種類あると言いましたが、5S だと塩基の長さが500ぐらいで、 16S だと1500ぐらい、 23S だと、2000何百と、で、まあ、2000何百だとちょっと調べるのが長すぎて大変で、5S の500ぐらいだとちょっと短すぎて分類をするのにちょっと頼りないなっていうので、この 16S がよく使われます。で、その二次元 あの構造がここに示されています。で、青色でになっているところがですね、主幹でほぼ共通である、まあ、いわゆる保存領域です。で保存領域が何か所かにあるなっていうのが、青いのが多い保存領域が何か所かにあるなっていうのがお分かりになればいいと思います。でその、保存領域の間に挟まれて、主幹での違いが大きいそのオレンジから赤色で示してある変異領域があると。で、保存領域を標的にして、あの例えば PCR 反応をしますと、全細菌からその PCR 反応の産物を得ることができまして、で、まあ、一斉分析みたいなのができると。それに対して変異領域を標的として調べますと、特定の種類のバクテリアに絞って調べることができる、まあ、そういうような使い方ができます。でその、まあ、保存領域を対象と しているプライマー何種類かあります。で、まあ、その中のいくつか、まあ、よく使われるというか、まあ、うちでよく使ってる例を、ここに持ってきました。で、
まあ、このユニバーサルプライムは使ってですね、まあ、一応あの幅広く、どの微生物、まあ、どのバクテリアからも PCR 産物を得ることができるようにって作られているプライマーなんですが、まあ、そうは言っても例外がいっぱいあります。あの生物学っていうのは例外の学問でもあるので書いて偉そうなこと書いてありますが、まああのまあ、実際例外がいっぱいありましてですね、で、まあ、これでこの辺に書いてあるのでカバーできているのは大体じゃあどれくらいかというと、正確なことは分かりませんけども、まあ、8割から9割ぐらいはカバーできてる。で残り 1,2 割はやっぱりこれでもカバーできてないというようなイメージを私は持ってます。まあ、いつか本当のこうユニバーサルプライマーっていうのができる日が来るのかもしれないんですけども、まあなかなかそんな日はそう簡単には来ないんじゃないのかなと思ってます。で、このユニバーサルプライマーを使ってこう分析するっていうのもありますし、それからそうですね、まあいろいろなあの分析方法があります。まあ、リボソーマル RNA の塩基配列を対象とする分析、最初に書いてあるのが蛍光遺伝子プローブ法ですね。でこれやるときは基本的にはリボソーマル RNA そのものを標的にします。一つの細胞の中にあの1000から10万個ぐらい同じリボソームがあると申し上げましたので、ということはあの蛍光標識した遺伝子プローブが結合する場所が、1000から10万個ぐらいあると。で、まあ、それだけいっぱい蛍光標識が入りますので、顕微鏡で蛍光顕微鏡で確認するのも割と簡単である。そういうような背景がありまして、蛍光遺伝子プローブ法を使って、でそうですね、さっきお見せしたあの活性汚泥の顕微鏡写真、あの中で例えばこの種類のバクテリアはどこにいる、消化細菌はどこにいるんだというのを、消化細菌向けの、蛍光遺伝子プローブを作りまして、それでやりますとちゃんとここにいるっていうのが見れます。それから PCR 法ですね、さっき申し上げたようなそのユニバーサルプライマーを使ってやるというのが、まあ、我々多いですね。それから逆転射をかけて PCR をするということもたまにありますし、それからそうですね、この PCR 逆転射 PCR はそのまあ、PCR に関連する方法で、あとマイクロアレイを使うと。でマイクロアレイはあのリボソーマル RNA の方そのものを使う場合もおそらくあると思いますし、それから PCR 産物を使ってやる場合もあろうかと思います。まあ、やってる研究者うちの分野でも多いんですけれども、ちょっと私自身はあんまりやってなくてですね、あんまりうまくお話をすることができない。で、それから下に書いてありますね、目的に応じて、対象とする領域は保存領域とすることも、変領域とすることもあると。まあ、その辺でいろいろなやり方で、これがさっきのその、消化細菌を蛍光遺伝子プローブで検出したというやつです。この黄色いになっているのが赤色と緑色が、重なりますと黄色になると。で、確かですね、ちょっと私もどういう写真なのか覚えてないんですけども、全細菌を確か緑色で染めてて、赤色のを、なんかとかいう話だったかと思うんですけど、ちょっとどうも画像の綺麗さに惑わされてそれでちゃんと覚えてなく、まあこんな感じで活性汚泥を見た時にこう色分けしてみることができるっていう話なんですが、で、遺伝子プローブ、蛍光遺伝子プローブをはじめとして使われているプローブなんかはここにあるウィーン大学のプローブベースっていうのがありまして、そこで詳しい情報が、まあ、まとめられています。時々ここに行って、それでどんなふうなプローブ、まあ、どういうバクテリアを調べるときにどういうプローブがあるかとかいうのを、調べることができると。まあ、あとですね、 PCR 反応を使って、PCR をして増やすことができる。さっきの
この絵でですね、例えばこの辺にあの青色っぽい領域があるから、まあ、ここから始めて、それから、どこがいいかな、この辺にも青色の領域がいっぱいあるから、まあ、この辺からこの辺までこう増やしましょうと、この2箇所の保存領域を対象として、フォワードプライマー、リバースプライマーを設計しまして、それで PCR をやりましょうということを考えますと、まあ大抵のバクテリアからは PCR 産物を得ることができる。で、それからその保存領域の間には変異領域が挟まれてますから、その変異領域の中身を何とかしてこう分けることができれば、より詳しい情報が分かってくるだろう。どういう種類の微生物がいるのか、まあ、大まかにプロファイルを得ることができるだろう。で、まあ、今の時代であればあの片っ端から高速シークエンシングで読んでしまうっていうのも、まあ、一つの方法ではあります。でかつてはとてもそんなことできなかったので、どういうやり方をしていたかというのをお話しします。でもうあのよく用いられる方法、ここに書いてある DGGE 法、TRFLP 法、クローニング法、まあ、他にも分離する方法があるかもしれないんですけども、よく使われている手法としては、この3つが多いです。で DGGE 法、あのディネイチャリンググラジエントゲルエレクトロフォレス、まあ、変性剤、 DNA の変性剤だからディネイチャリングですね。で、濃度勾配ということでグラジエントゲルエレクトロフォレスです。変性剤の濃度勾配を作っておいて、そこで電気エドをしてやろうと。それから TRFLP 法、末端標識制限酵素切断断片竹、まあ、なんだかこれも、漢字にしてもよくわかんないですね。あのターミナルリストリクションフラグメントレングスプリモルフィズム、あとは最後はクローニングで分けると。で、DGGE 法なんですが、まずあの 16S リボソーマル RNA の塩基あの保存領域を増やしておきまして、でその時にですね、 PCR 反応する時に GC クランプっていうのをつけてやります。あの一方のプライマーに GC クランプっていうのをつけておいてやります。まあ、あのその名の通り G と C がいっぱいつながってる。で、まあ、GC ペアっていうのはあの水素結合が3つ、 AT だと2つなのに対して GC ですと3つですから、こう水素結合が強くて、まあ、離れにくい、そういう領域をつけておいてあります。で、PCR 反応した後にですね、変性剤濃度勾配をつけたゲルで電気エドをする。まあ、それがちょっと一番分かりにくいかもしれないんですけど、このゲル、ちょっと絵が良くないんですけども、まあ、これゲルだと思ってください。で、上の方が変性剤濃度が低いで、下の方が変性剤濃度が濃いというふうな状態になるように、このゲルを作ることができます。ゲルを作るときにですね、ゲル板の間にこう、まあ、アクリルアミドゲルですので、ゲル2枚のゲル板の間にこうアクリルアミドのゲルを入れていくわけなんですが、その時に、まあ、簡単に言うと、例えば2つのポンプを使って、で変性剤の濃度の高い液をゲルを送るポンプ、低い濃度のゲルを送るポンプと。で最初は変性剤濃度の高いゲルの方を多めに入れて、それで混ぜてですね、で下の方からあの、まあ、だんだん上の方にこうあの入れていくと。で、まあ、の変性剤の濃度が高い方が密度が重いので、それなりにうまくこうあの変性剤のこう濃度勾配ができるように作成することができます。でその中で電気エドをしてやりますと、どんなことが起こるかというと、まあ、これ3種類の微生物バクテリアからの PCR 産物があるとしまして、こう流れていきます。でやがて変性をしていきます。で変性した時に、この普通の PCR 産物の領域に当たるところはですね、こう分かれていくわけなんですが、 GC クランプの部分は水素結合が強いですから、なかなか分かれない。でそうすると、まあここにこうピンセットをこうピッと開いたような形になってますが、まあ、そんな多分そんな感じになります。で、そうしますと見た目の
分子の大きさが大きくなりまして、ゲルの中を流れにくくなる。で、そこで移動が止まると、そうしますとですね、後で電気移動した後観察しますと、こんなふうにこう種類ごとにバンドに分かれて、見ることができると。確かこれは DGG4 で解析した例ですね。変性剤の濃度勾配が上の方は 35%、 下の方は 55% に、変性剤、尿素を使って尿素の濃度勾配をつけてる。で、こんな風にこうバンドパターンが出てきて、でこれ下水処理場じゃないな、下水処理場か、下水処理場から最初におでんをもらってきた時に、のサンプルがこんな風に分かれてました。でそれを実験室でですね、培養をする、実験室で模擬下水っていうんですが、その模擬下水を使って、下水処理の実験をする。そうしますと本物の下水じゃないですし、新しい環境ですから、だんだん微生物層が変わっていく。でその変わっていく様子をこの DGG4 で、可視的に見ることができると。で、この17日目22日目ぐらいからだいぶ臨場感が良くなりましたみたいな感じのことが書いてありますが、その時にですね、この H っていうのがどうも運転に伴って、濃くなってきてますから、きっとこのバンドに対応する微生物が臨除去に関係するんだろうということで検討がつけられます。でこの H のバンドをカッターで切り出しまして、で DNA を回収して、でその DNA のシークエンスを読むと。でそうするとそのシークエンスから大体この辺の微生物じゃないかと、あんまり詳しい分類までは分からないけども、でもそこそこ大まかな分類を決めるために必要な情報っていうのは得ることができます。この方法、そういうことで非常にいい方法ではあります。なかなか、欠点としてはこのゲルを作るのがですね、手作業で毎回やんなきゃいけない。で濃度勾配を作ってあるので、あんまり保存が効かないんですよね。保存してると濃度勾配がきっとなくなっちゃいますから、毎回作るんです。それからやっぱり本当職人芸なんですね。ここでもこうなんか曲がった感じになってます。このゲルの中にですね、そのここにこう入れていく時によっぽど上手にやらないと綺麗なグラジエントっていうかにはならないです。その辺が一番の欠点かなと。で、それがために複数のゲルの間で結果を比べるのがなかなか容易じゃない。で、データベース化しにくいようなところがあるというのが欠点です。でも非常に分かりやすいし、限られた数のサンプルの中で何か議論をしたいっていう時にはこれはいい方法でして、今でもよく使われてます。高速シーケンシングなんかですとね、データを解析してそれからこういろいろやって、そのデータ解析のところでえらい大変な目に遭わなきゃいけないんだけども、こういうんですともう見た目でこのバンドって言って、このバンドを調べたいんだって言って非常に直感的に分かりますから、そういうところの難しさっていうのはないですね。それからTRFLP 法、制限酵素末端標識、制限、あ、じゃあ末端標識、制限酵素切断断片多系、PCR 反応をその保存領域を対象にしたユニバーサルプライマーを使って PCR 反応をするっていうのはさっきの DGG 法と同じです。で、違いの一つはですね、さっきは GC クランプをここにつけてたんですけども、蛍光標識をつけておいてやります。で、PCR 反応をします。でそうするとやっぱり同じぐらいの長さの産物ができてきちゃう。でそのまんまだとなかなか分離することができない。で、制限酵素でこれを切ってやります。
でそうすると、この標識がついてるのはこの3つだと。で他に標識がついてない断片もいくつかできてくる。で、これを分けるときにですね、あの検出器、あの電気エイドをして、で最後に検出するときにこの蛍光色素だけを見るようにしますと、このバクテリアからは一つだけのバンド、このバクテリアからも一つだけのバンド、このバクテリアからも一つだけのバンドというように、微生物の種類ごとにやっぱりこう一本ずつのバンドとして分けてみることができるだろうと、そういうものです。で、TRFLP4 の解析結果の例を、まあ、ここにお示しします。最後に見るときに DNA シークエンサーを、まあ、シークエンスを読むのではなくて、さっきの制限酵素でこう切断した断片を流して、それで見てやると、まあ、シークエンサーを流用してますので解像度がかなり高く出ます。で横軸が、まあ、ベースペアになってます。で、まあ、この辺もうやたらピークがいっぱいあって何が何だか分かんないぐらいですが、まあ大まかにざっくり言いますと断片の長さは、まあ、1ベースペア程度ぐらいの解像度で分離することができると。で、その長さを決めるときにラダーを合わせて流しまして、でそのラダーのパターンと比較して長さを決めてますので、複数ラボ間での結果を、まあ、かなり安心して比較しやすいと。それからサンプルをですね、別途クローニング法とかなんかで調べてですね、シークエンスを読んでおきますと、そうすると、計算でどこでどれくらいの長さの断片ができるだろうっていうのを決めることができます。例えばここで200ベースペアぐらいのところに大きいピークが出てますが、そのいっぱい読んだシークエンスの中でじゃあ一体どれが200ベースペアの長さの断片を与えるだろうというのを調べてですね、まあ、きっとこの辺のやつらがきっと候補なんじゃないかというふうな議論をすることができます。まあ、クローニングなんかと使いますと合わせますとそうやって比べることができる。で、まあ、複数のラボ間で比べることはできるんですけれども、例えばここで見えてるピークをですね、なんとかして回収してそれでシークエンスを読もうと、まあ、だから DGG 法みたいなアプローチをしてシークエンスまで決めようとすると実はそれは難しいですね。キャピラリーシークエンサーでシークエンシングして、ま、流してますので、その断片を回収することさえできないし、そもそも回収できたところで制限酵素で切られちゃってますから、十分な長さを得ることはできない。まあ、逆にもともとのサンプルをすべてシークエンス、クローニングなんかでシークエンスを読んでいくと、まあ、そうするといろいろ調べられる。で、TRFLP は今申し上げたように、データベース化とかなり相性がいい。まあ、実際にやってみますとですね、1ベースとか2ベースぐらいの前後っていうのはしょっちゅう起こるので、なかなか相性がいいという質もいろいろ悩ましい技術ではあるんですが、もうちょっと解像度が良くなるとその辺使いやすくなるのかなと思うんですけども、で、でもそのデータベース化と相性がいいと。で、コンピューター上でですね、基地の塩基配列、まあ、基地のバクテリアからのこう16S リボソーマル RNA の塩基配列がを持っていたりしますと、それを、まあ、プライマーとフォワードプライマー、リバースプライマー、それから使う制限酵素と、その3つを指定してやりますと、どれくらいの長さの断片を生成するだろうと、まあ、そういうふうな計算してくれます。で、あるいは逆にこれぐらいの長さの断片ができてるんだけども、元は一体どういう種類のバクテリアだろうと、まあ、そういうふうな計算というか、まあ、検索もしてくれます。でそういうような機能を、アイダホ大学のこの前 MICA の3バージョン3ということですかね、そちらで、
提供しています。で、まあ、あとはそれクローニングで分離するっていうのもありますが、まあ、これはちょっと省略したいと思います。まあ、今までのお話で、系統的な位置についてはある程度、分かる、PCR 産物をなんとか分離して回収して、で、まあ、クローニングの場合ですとね、大腸菌ごとにこう遺伝子を PCR 産物を1個ずつ入れてやって、それで大腸菌を増やして、その、目的の部分をこう回収して塩基配列を読むと、まあ、そんなふうなことをするわけですが、まあ、いずれにしましても、そして塩基配列が分かると、系統学上の系統遺伝学上の位置が分かると。で、場合によってはですね、それで機能まで分かるという場合もよくあります。例えば消化細菌の類っていうのはもう大体この辺のグループのやつらしか消化はしないっていうのが分かってます。なので、たまたまそこに近ければきっとそいつは消化細菌だろうっていうことをかなりの確かさを持って言うことができます。まあ、でもそうじゃないやつらについてはなかなか難しい。で、まあ、いろんな機能と結びつけて誰が何をしているか、さっき立てた疑問ですと誰がいるのか、今度はじゃあ誰が何をしているのか、そういう、問題設定になります。で、誰が何をしているか、まあ、いろんな調べ方があります。まあ、携帯と比べるときはこれさっき出てきた蛍光遺伝子プローブ法っていうのはよく使いますね。特に糸状のバクテリアがですね、どの種類の糸状性細菌なのかっていうのを断定判定するときには糸状細菌、その形態がもう明らかに見るからに明らかですから、それにフィッシュ法を組み合わせて使いますと、どの種類の糸状性細菌だっていうのがはっきり分かります。でもそれはまあ、下水処理場の現場の技術者ですとなかなか、まあまあ、これも多少腕前が必要なのでちょっと慣れてないとできないんだけども、まあでももしかするとできるかもしれない、技術の一つかもしれないですね。それから微生物が蓄積する物質に着目して何か考えたいっていうふうな場合、例えばですね、ポリリン酸を貯めるバクテリア、さっき出てきたポリリン酸蓄積細菌ですね、あれですとポリリン酸を貯める。でポリリン酸に対してじゃあうまい蛍光色素があったらどうだろう、それとフィッシュ法を組み合わせたらそれでもいいじゃないか。で、まあ、それも実際やられています。でポリリン酸の下流を染めるためにですね、まあ、ダピを使って染色をする。ダピって核酸を染色する染料ですね。普通はだから核酸の染料として使う。でもその普通よりもですね、50倍ぐらいの濃度の、ダピを添加して染色してありますと、このポリリン酸の下流が黄色に光り出すんだそうでして、まあ、そうでしてた。いつも僕は学生にやってもらってばっかりでですね、なかなか自分で顕微鏡を覗くっていうのをしなかったので、自分で見てないからそうでしてとちょっと正直に言っちゃうんですけれども、まあ、実際、黄色に輝くということで、ポリリン酸の染色と、それから蛍光遺伝子プローブ法を組み合わせると。それからポリリン酸を貯めるバクテリアっていうのは、ここに書いてある PHA っていうものも貯めます。まあ、PHA ってポリヒドロキシアルカン酸っていう物質でして、そのお腹の中に有機物を溜め込むときにですね、まあ、モノマーのまんまだとなかなかお腹の中に持っておくの大変なんですよね。モノマーのまんまだと細胞膜を透過して外に出ていっちゃいやすいですから、出ていかないようにとどめておくというのはなかなか大変で、
で、それであればポリマーにしてしまった方がそうやってこう拡散して出てっちゃうっていうのは防げますよね。でそのポリマーにして蓄えるっていう時の形態の一つが、このポリヒドロキシアルカン酸です。で、まあ、あの脂質っぽいような性質、油っぽいようなあの脂質のような性質を持ってます。で脂質を染める染料っていうのはいろいろありますが、我々はナイルブルー A っていう蛍光染料を使って染色をしてます。それとさっきのフィッシュ法を組み合わせるということもできます。まあ、組み合わせることができるって言って、これ同時に染色するっていうことが可能だ場合もあれば、なかなか面倒でですね、その相性が悪くていっぺんに両方はできない、そういうのもあります。でそういう場合はどうするかっていうと、まあ、例えばまずは先にフィッシュ法で観察しておいて、であのカバーガラスを外してちょっと洗い流してやって、それから今度その高濃度ダピなり、あるいはナイルブルーなりをこう滴下して再度染色して、で顕微鏡の下で同じシアを探すんですよね。でそれでもう一回見てやる。あ、口で言うとこれ簡単そうなんですが、実際にやろうとするとかなりこれ職人技なところがあります。それから、あ、メタン菌生成古細菌のなんとかっていうのをこれちょっと確認をしようと思って忘れちゃったんですけども、メタン生成古細菌の中にはですね、蛍光を発する酵素を持ってるっていう、もともとその蛍光を発する酵素を持ってるってやつがいまして、それと蛍光遺伝子プローブ法と組み合わせますと、確実に同定できます。まあ、そういうことを書きたかったんですけど。それからそうですね、機能遺伝子を調べると、まあそう、ここまでは割とこう機能と、それからその系統学的な位置を決めるのにフィッシュ法、蛍光遺伝子プローブ法を組み合わせると、まあそんな感じでちゃんと対応を取ろうというふうな話だったんですが、機能遺伝子を調べる、で確かに機能を調べるんだと機能遺伝子を調べようっていうふうな話に普通は、まあ普通はなるというか、まあなっていきがちなんですけど、でいろんな遺伝子が調べられます。アンモニア酸化に関連する酵素とか、硝酸還元に関する酵素、硫黄酸化とか、まあいろいろ、調べることができます。でまあ、ただこれらのアプローチを取った時には、今度はその系統遺伝学的な位置との対応付けっていうのは、なんかまた別な方法で考えなきゃいけない。遺伝子は見ることが、機能遺伝子については情報は得られるんだけども、その遺伝子の持ち主が誰かっていうところの情報は同時に得ることができるわけじゃないので、まあそれがこっちのこの辺の手法、下の方に書いたその機能遺伝子を調べる方法の、まあ、ちょっと難しい工夫が必要な点です。で、まあ、調べ方にっていうのはちょっとあんまりいい書き方じゃないですね。ちょっとで、まあいずれにしてもこの辺のやっていくと、水処理性能の良し悪しと比べるってですね、例えばリンが除去できていて、でその時にポリリン酸蓄積細菌、どういう種類のポリリン酸蓄積細菌がいて活躍してくれてますよっていうふうな情報ははっきり分かる。あるいはリンの除去がうまくいかないと、で、こういう方法を使って調べてみると、やっぱりポリリン酸蓄積細菌はみんないませんねと、そういうようなことは分かってくるかもしれないけれども、なかなかですね、まあ、でもどういう種類のと組み合わせるっていうのもなかなか大変なんだな。で何をっていう一部の方法について、特にこの機能遺伝子と比べるっていうところですと、何をっていうのはできるんだけども、誰がっていうところはなかなか見られない。で、もう少しその誰が何をっていうのをですね、積極的に見ていこうとするときにどういう方法が使われるのかというのを、今度紹介していきたいのですが、
まあ、他にもいろいろあるかと思いますが、私が今ちょっと思いついた、まあ、代表的な方法を示してあります、一番上は安定同位体標識法、疾風法っていうふうに言ってます。で、その次のやつはですね、マイクロオートラジオグラフィーなので、放射性 の同位体を使います。放射性の同位体を使って、それと蛍光遺伝子プローブ法を組み合わせると、それから3番目がですね、カードフィッシュっていうのをやろうと、まあ、カードフィッシュと言ったり、あと、普通のカードフィッシュよりも、いや、まあ、このカードフィッシュそのものはですね、カタライズドリポーターデポジションフィッシュっていうふうに書いてありますが、要はまあ、フィッシュをするんだけども標的として、機能遺伝子を標的にする。で、口で言うのは簡単なんですが、機能遺伝子は細胞の中に数個しかコピーがないわけですよね。 16S リボソーマル RNA を標識にするんだと、標的が1000個から10万個で、まあ、たくさん蛍光プローブが、蛍光色素がついてくる。だから顕微鏡で見れる。ところが、この、機能遺伝子を標的にしますとそうじゃないと、まあ、対象が1個か2個ぐらいしかない、まあ、そんなところでですね、まあ、ハイブリダイゼーションはうまくいっても果たして目で見ることができるかっていうふうな問題が出てきます。まあ、一つの方法としてはその、プローブにですね、放射性のリンカなんかで標識をしておいて、それでマイクロオートラジオグラフィーみたいな感じで検出するっていうのは、まあ、一つの方法なんだけども、その放射性物質を使うことの煩わしさっていうのもありますので、なんか他の方法で、その1個しかハイブリしないプローブをですね、プローブの信号をなんとか増幅して検出することができないかと。で、やられてるのが、まあ、一番簡単なやり方としては、その遺伝子プローブ、ハイブリさせる遺伝子プローブにですね、抗原をつけといて、それから、まあ、抗原抗体法みたいなことをしてですね、でさらにそのくっつける抗体の方に、なんだっけ、まあ、化学反応、化学反応というか、まあ、触媒酵素反応をさせるような、そういう、まあ、タンパク質をつけといて、でそこにそのタンパク質酵素の、基質になるようなものを作用させてと。でそうしますと、その反応が起きてどん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 、見やすくなっていく、産物が見やすくなると、まあ、そんなようなうまい説明じゃないんですけども、ともかく、数コピーしかない標的遺伝子を最終的には蛍光で検出することができると。まあ、理屈の上ではそうでして、まあ、なかなか実際にやるのは難しい。でも一生懸命これ研究してるグループがいまして、そこそこうまくいくような例も、この 2,3 年出るようになってきてます。まあ、10年以上前からずっと研究してって、毎年毎年学会発表でですね、ちょっとずつちょっとずつ技術に改良を重ねて、で10年ぐらい経ってやっとなんか使えそうかなっていうふうに見えるような結果が見えてきて、まあ、うちではこれはそこまで職人芸のやつはうちではちょっとなかなか やってなくてですね、他の大学で、やられてます。でうちでやってるのが、うちでやってるっていうか、うちで経験があるのがこのシップ法と、マーフィッシュ法です。でシップ法ですね、標識した安定同位体を含む餌を投与して培養する。まあ、酢酸でしたら、酢酸の、また、カーボン12のところをカーボン13にしてやると。でそうしますと、そのカーボン13が培養に伴いまして、バクテリアの菌体のですね、 DNA や RNA タンパク質にこう移行していきます。でそこで、DNA あるいは RNA を回収します。
で、腸炎心で、密度によって分割してあります、で、まあ、その分割したやつをさらに、まあ、ここですと TRFLP 法でプロファイルを取りましたと。で、どうご覧いただけばいいかというと、まあ、上の方も下の方も結局同じなんですけども、ですね、この 1.811 とか 1.808 とかそういう数字はその回収した分割の、浮遊密度です。だから上の方に行けば行くほど重いで、下の方は軽いで、標識を受けますと、当然その標識された部分というのは重くなっていきます。で、A と B と比べてみますとですね、 A の方が実は標識した炭素を加えて培養した結果です。で、 B の方は標識してないって、そのまんま普通に普通の酢酸で培養した結果だと。で、そうしますと A の方では148とか83っていうのが浮遊密度の高いところまで残ってます。で、きっとこの83とか148に関係する微生物っていうのがその酢酸、標識した酢酸を直接利用したやつらだろうと、まあ、そういうふうな見方ができます。まあ、直接調べるっていうのよりも、まあ、ちょっとこういうですね、この標識してやって、その標識がどこに入り込んだかっていうところから機能とそれからそれに関連する種を関連付けてやろうと、そういうアプローチですね。で、それから全く同じ、まあ、発想としては全く同じで、その代わり、放射性炭素で標識した餌を食べさせてやろうというのがこっちのマーフィッシュです。で、まあ、発想はそんな感じでですね、で、どうやって最終的に比べるのかなんですが、その種類の方は、蛍光遺伝子プローブ法で、観察することができる。これ一応顕微鏡写真のつもりです。で、顕微鏡写真で、まあ、こんな感じで、このプローブがくっついた細胞が見えていると、それに対してですね、それが餌を食べたかどうか、放射性標識した餌を食べたかどうかっていうのは、このマイクロポートラジオグラフィーの方をしまして、で、なんかこの、まあ、基板の上にちょっとこういう銀の薄膜を作って、で、現像みたいな、現像じゃないな、露光ですか、エクスポージャーをして、まあ、4、5日してますと、そうすると放射性炭素を取り込んだ細胞から放射能が出て、それに伴って銀イオンが銀の粒子に変化すると。で、変化して生じた銀イオンを顕微鏡写真によって可視化するとこんな風に見える。で、こっちの画像とこっちの画像と比べて、本当に食べたかなどうかなっていうのを比べることができる。ちょっとこの例が学生さんに昔作ってもらったんですけども、どうもスポットがある位置が違うのであんまりいい例じゃない気がするんですけれども、まあ、原理としてはそのようなやり方で、比較をすることができます。で、まあ、こういうような方法をしますと誰が何をというか、まあ、誰が何を食べてるっていう問いには、まあ、多少答えることができるようになってくると。で、まあ、例えばですね、なかなか分解しにくいような有害性が高いような有機物を分解してくれるような菌がいたりしますと、きっとこういう方法でそれはどの菌が活躍してくれてるんだろうっていうのを調べることができると、まあ、そういう使い方にはきっといいのかなと思います。で、それからですね、まあ、誰が何を次に出てくる質問、まあ、これはちょっと要求のしすぎなのかもしれないんですけども、
一応こうお膳立てしてやってですね、でちゃんとそこに例えば 消化脱出法であれば十分に酸素を供給して、で pH なんかもちゃんと調節して消化細菌が出てくるよ、出てきやすいような状況を作ってやると。まあ、そうするとまあ普通は消化細菌が出てきてくれるんだけども、たまたま消化細菌が出てきてくれないっていう時がなくはありません。それから輪脚に関してですね、ポリリン酸蓄積細菌っていうのは先ほどの嫌気条件と好気条件組み合わせた下水処理の方法だと、まあ、あれで輪除去、そのポリリン酸というエネルギー蓄積物質を作ることで、ですね、そのエネルギー貯蔵をしておくと得がありますよっていうふうな運転条件をしてるわけですから、ポリリン酸蓄積細菌がそこできっと出てくるだろうと。まあ、それでそうやってこうお膳立てをしてやって、でポリリン酸蓄積細菌いつでも出てきてくださいよと、待ってますよと、こんなにいい条件なんだから出てきてくださいよって言ってやっててですね、でも大抵出てきてくれるんですけども、なかなか出てきてくれないこともありますし、それから出てきてくれてもまたいなくなっちゃうっていうことがあります。なんでいなくなるのかよくわからない、あるいはちゃんといるみたいなんだけども、どうもちゃんと働いてくれないなとかですね、そういうふうなこともあったりします。消化細菌昨日までは元気だったんだけども、なんか調子が悪くなっちゃったかなと。で、まあ、そういうようなうまく起こるべきことが起きないっていう状況が時々発生しまして、それに対してきちんと答えられるような情報を出していきたいというのが、まあ、一番の、まあ、今のうちの研究室の、まあ、うちも研究室のというか、まあ、私自身の研究の目標です。で、微生物、まあ、そうしますとですね、一体何が微生物群衆構造を支配しているのかという、まあ、少し大きい話になっていくんですけど、まあ、pH とか酸素濃度とか、まあ、あとは運転方法とか、まあ、そういう人間の側である程度制御することはできる、あるいは制御はできないんだけども、まあ、その下水処理場の置かれている状況によって所有のものであるといったような、まあ、外的な因子ですね、外的な因子による影響っていうのは実はこれはすごくいろいろ調べられている。で、技術者としてはこの外的な因子の中で特に運転方法とかですね、そのあたりをいかに制御して微生物層を制御するかと、まあ、そこをしっかり研究しないことには水処理の技術者とは言えないわけでして、そういう研究は行われている。でも実は生態系っていうのはそういう外的な因子だけで決まっているわけじゃなくて、もっと内的な因子による撹乱を、受けているはずであると。まあ、人間社会だってですね、例えばエネルギーの、供給可能量とか、あるいは突然、ね、鳥インフルエンザが流行るとか、まあ、数十年前、90年100年ぐらいまでですか、スペイン風邪っていうのがあって、それで、5000万人ぐらい亡くなられたっていう話を聞いてますし、あるいは700、800年前にヨーロッパでペストが流行して、その時にはヨーロッパの人口の3分の1がペストで亡くなった。で、まあ、外的な因子はあんまり変わらないんだけども、そうい う, こう病気みたいなことで大きく変化するっていうことはきっとあるだろう。それはたまたま今まで研究されてきてなかっただけで、おそらく、まあ、生態系にそういう病気みたいな因子があるっていうのはもう、まあ、それある種当然なことだと思いますので、もう少しその辺きちんと理解する必要があるんじゃないのかなと。まあ、そのウイルス病、バクテリオファージって言いますとウイルス病ですね、それから、戻りますか、化学物質を介した相互作用、きっと抗生物質みたいなものを作って他のバクテリアの活動を妨害するようなやつもいるでしょう。それからですね、あとでちゃんとスライド出しますけども、微生物間でコミュニケーションをする、化学物質を使ってコミュニケーションをするなんていうコーラムセンシングっていう
現象があることが知られています。でそのあたりあのサイエンスとしては理解されてるんだけども、水処理の中での理解が非常に遅れています。でそのあたりどうやって調べていくと面白いかな、面白いかなと思ってます。で、まあ、バクテリオファあの、まあ、一般論として知られてることですね。 DNA ファージがいたり RNA ファージがいると。それから一本差のもの、二本差のものがいる。それから彼らの生き方を見てますと、陽菌性のファージと陽原性のファージっていうのがいる。陽菌性は宿主を殺しちゃうやつです。宿主を殺しまして、そして、ウイルスの粒子がそこからこう、まあ、30個とか50個とか100個とか出てくると、まあ、そんな、やつですね。それから陽原性のファージっていうのはそうやって宿主を殺さない、一旦感染すると宿主の中にしばらくとどまります。宿主が細胞分裂したら、それに伴って自分自身も細胞分裂をする。で、ある時ですね、宿主がなんか健康状態を崩すとか、何かきっかけがあると、活発になって陽菌性のサイクルに入って、宿主を殺してウイルスの粒子をばらまくと、まあ、そういう陽原性のファージっていうのも知られてます。まあ、いろんなやつがいると。で、まあ、今うちで活性オデゲストの下水処理場の微生物に寄生するファージを調べてるんですけども、DNA のファージを主に調べてます。まあ、RNA のファージも調べるときっと面白いと思うんだけれども、なかなかですね、うちで今使ってる手法で RNA は うまく調べられないで、まあ、普通この手のバクテリオファージを調べるときに DNA ファージとか RNA ファージとかよりは、むしろ宿主がいれば、宿主のバクテリアがいればそれを使ってですね、寒天培地の上に宿主を増やしておいて、でそこに、ファージが入っているサンプルを入れてありまして、そうすると宿主が増えながら、でもその時にウイルスも同時に増えて、ウイルスがいたところではでもバクテリア宿主は死んできますので、陽菌して死んできますので、最終的に寒天培地の上にですね、ウイルスがいたところの周りだけ全滅したような跡ができる。全体としては寒天培地はバクテリアが増えてくると濁ってくるんですけど、ウイルスがいたところの周りは透明なまんまになる。になると、まあ、そうやってプラーク法っていうので調べてですね、それでウイルスもファージも分離してより調べることもできるんですけども、まあ、活性オデ下水処理場の微生物はさっき言ったようにですね、寒天培地の上にで増えるのが全体の数パーセントしかいない。でもうその時点でかなりハードルが高いんですよね、調べるのが。で、そうやってこう倍、さっき言った方法、この寒天培地でファージを調べる方法っていうのはプラーク法、その透明になってですね、菌が全滅した跡が見える、その透明になっているところをプラークと言います。でそのプラークを使って調べるのでプラーク法っていうんですけど、プラーク法ではない方法で、培養に頼らない方法で、ファージを調べることができないかと。まあ、今やってるのは、まあ、ここに書いてあるようなファージの DNA の量を調べると、まあ、なんだかよくは分かんないけども、きっとファージの DNA っていうのはファージの構造、バクテリオファージの構造上ですね、その DNA がタンパク質、ファージそのもののタンパク質によって守られていると。で、ですので DNA 数、DNA 分解酵素を作用させても壊れないと、いうことで、まあ、その他の DNA とバクテリオファージの DNA を分離して区別して定量することができる。で、その大で、ファージ性の DNA というふうに今言ってますが、それを定量していけばファージの全量を捉えることはできるだろう。それからですね、ファージの DNA を、まあ、回収して、それで大きさに従って電気営動で分離することができます。で、まあ、そうしますとさっきの DGGE みたいな感じに近いかとは思うんですが、まあ、見た目は電気営動のパターンとして
あのファージのプロファイルを取ることができると。で、ちょっとまあこれは飛ばして、その、あの電気営動でファージを調べましたという実験結果の一例です。でですね、これはあの、まあ、縦軸は分かりますよね、分子の大きさです。で横がですね、その実験室のリアクター、活性でリアクターを運転してから、103日目から150日目ぐらいのを、まあ、ほぼ、1日か2日後期ぐらいにサンプルを取って、で分析したと。で時々ですね、太いはっきりしたバンドが、例えば134日目か、はっきりと1本だけバンドが見える。でその前の日にも後ろの日にもそのバンドはほとんど見えないっていうのがあったりします。多分そういうのはあのその日1日だけ、どの種類のバクテリアかは分かんないんだけども、病気が大流行した、で、すぐにその病気はどっかに行っちゃったというようなことなんじゃないのかなと。それから、110日目ぐらいから130日目ぐらいの間、うっすらとこの辺にこうずっと、一時期流行していたかのような跡があります。あ、こういうのもあのそれほどこう激しくはないけども、まあ、徐々にこう流行があの拡大していって、また徐々に収束していったと。一体何が起きているのかよくは分かんないんですけども、ウイルスがあるいはバクテリオファージが宿主と、をこう殺しながらですね活動していって、で、まあ、やがてきっとその宿主の方も防御体制を整えて、っていうようなことなんだと思うんですが、まあ、こういうパターンが見えてきます。でいろいろ調べていきますとですね、まあ、活性汚泥の中でも、まあ、毎日その下水処理場のにいるバクテリアのまあ 1% とか 2% とかぐらいはきっとバクテリオファージによってやっつけられてるんじゃないかっていうふうな見積もりができたりもします。まあ、そんなふうなことはできるし、まあいる、まあ、見てるとすごく面白いんだけども、なかなか研究としてですね、あの明確な方向を見つけるのがまあ難しいといえば難しいですね。なかなか面白いんだけどもはっきりしたことが分かりにくい。で分かったところで、何に役に立つのかっていうふうなことを質問されるとますます答えにくいというところではあるんですけども、まあでもですね、あのこういうのがあの有用なバクテリアを例えば殺しちゃってる、ポリリン酸蓄積細菌なんかを殺すようなケースがありますよっていうようなことが分かってきますと、きっとその時点でまあ、エンジニアの人たちも興味を強く持ってくれるんじゃないのかなっていうようなことを思っています。次が化学物質を介した相互作用と。で構成物質みたいなものもあるだろうっていうのを言いましたし、あとコーラムセンシングですね。これは周りに仲間がたくさんいることを感知する機能、まあ、深海魚の発光器官に住む細菌について研究していて見つかったというふうに書いておきましたが、深海魚発光するやつ結構いますよね。マツカ、あのチョウチンアンコウとかマツカサウオとかですね。でああいうやつら の発光器官についているバクテリアを分離してきて培養すると、初めは光らない、でもだんだん増えてきて、で彼らの濃度が高くなってくるとある時突然光り出すのだそうです。でどうやってじゃあ周りに仲間がいっぱいいるのを検知するのか、それで調べてみますと、その深海魚の寄生バクテリアの場合はですね、アシルホモセリンラクトンって言われる AHL っていうふうに言われるんですけども、その物質をまあ、ある種の信号物質としてみんなでこう出し合っていると。でそのアシルホモセリンラクトンの濃度が低いと、まあ、きっとお友達はあんまりいないのかなというふうに生きている
でだんだんその濃度が高くなってきて、いやもう、いやまあそれぞれのバクテリアが作って出すんですよ、細胞の外に。でその出てったアシルホモセリンラクトンは時々こう自分のところに戻ってくる。他のやつが出したやつも時々自分のところに戻ってくると。で自分の中に戻ってきたアシルホモセリンラクトンの数がいくつかというのを、まあ、何らかの方法で検出して、それで、まあ、周りにいっぱい友達がいるなっていうことになると、あるその遺伝子を発現させて発酵を始める。で、まあ、生態学的な見地からの説明としては、発酵期間に住んでる時には、魚の発酵期間に住んでる時には発酵をしてやると、その魚もですね、それによってこう餌がたくさん集まるようになって、で魚が元気になる、たくさん食べると。で魚の方はお礼にバクテリアに何かきっと分泌してるんですよね。まあ、そういう共生関係が成り立ってるから、魚の発酵期間に暮らしてる時には発酵をした方がいい。でその時には仲間が大抵一緒にたくさんいますから、仲間がたくさんいるっていう状況だと、やってこう発酵した方がいいと。でそれに対してその魚が死んじゃうと。でそうしますと餌がなくなりますから、でその魚から離れて、で海の中を、広い海の中をこう漂い始める。次の住処を探して、でその時に、そういう生活サイクルに入った時に、じゃあ発酵をすると単にエネルギーをロスするだけですから、そういうライフサイクルの時には発酵はしない、発酵をしてはいけないと。まあそういう、だからどういうふうに生きるといいですよっていうのをですね、まあ、このコーラムセンシングを使って、まあ、生活の仕方、生き方を、変えるというふうな、まあ、ことをするバクテリアが実はいるんだと。まあ、多分下水処理場でもいるんじゃないかと思うんですよね。こういう生き方をした方がいいぞっていう、今はご飯を食べる時だ、今はご飯を食べてはいけない、食べてはいけないっていうことはないんだけども、今は細胞分裂をする時ではない。細胞分裂をするっていうのは非常にエネルギーを食う危険な作業でもありますから、むやみに細胞分裂をしてはいけないんだと思うんですよ、彼らにとっては。でいつその攻めに出るか、細胞分裂をするようなことをするかとか、そういうのをですね、まあ、互いに、まあ、タイミングをこう探り合うのに、きっとこれに似たようなことをやってたりするんじゃないのかなっていう想像はします。それから、まあ、アレロパシー、これはですね、まあ、バクテリアの世界でもなくはないと思うんですけども、むしろ植物、農学の世界ではよく、農業とかですね、植物の世界でよく知られてます。ある植物が分泌する物質が他の種類の植物の生育を阻害するというようなことがあるとかですね、まあ、化学物質を介していろいろ相互作用するようなのはよくある、話としてはよくありますし、まあ、下水処理場の活性汚泥の写真見せましたけども、あれだけこう狭いところにたくさんの種類の微生物が一緒に暮らしているわけですから、ちょっとこう化学物質を使っていろいろなことが行われてるんじゃないかなという想像はします。まあ、例えばある実験したんですけども、活性汚泥からエタノールを使ってその成分を抽出しまして、それをですね、この左側の方は抽出物添加系とありますが、添加して培養をした。で右側の方はその抽出物はなしで餌だけ与えて培養をした。で、それぞれ3連で3つずつで実験をして、で最終的にバクテリアの菌相をですね TRFLP 法で比較をしました。まあ3連でやってそれぞれ再現性がいいなっていうのことと、それから左と右で比べてみますと、菌相がだいぶ違う。特に左の方はですね200ベースぐらいのところのピークが非常に強くなっている。活性汚泥から抽出したものがき
とこの200ベースぐらいのに相当する微生物の増殖を、促進したんだろうというふうに思います。まあ、そういうふうに解釈しています。そういうのがあるんじゃないかと、思っています。